メン。これから第3礼拝を始めていきたいと思います。私たちは今日もただ一人、全ての賛美を受けるのにふさわしいお方、愛するイエス様だけに賛美を捧げていきたいと思います。どうぞお立ち上がりください。今私たち、自分の置かれている状況、環境、また人々に関係なく、ただイエス様だけに目を止めて感謝を捧げていきましょう。この方の恵みに目を止めるとき、私たちのうちには感謝が溢れてくることを宣言し感謝します。今感謝できないような人は自分の魂に命じていきましょう。我が魂を主を褒めたたえようと、主に感謝しようと、それぞれの口を持って告白を持って、今主に感謝の歌を捧げていきましょう。おーいやらら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 ら、皆さんでハレルヤという叫びを持って始めていきましょう。せーの、ハレルヤ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 。シャレたたきを見ようかな、シャレたたきを止めます。アメン、アメン、イエス。
主天のお父さん、イエス様、聖霊様、唯一なるあなたの御名を今日も私たちは褒めたたえます。あなたに礼拝を捧げるため私たちは今日このところに来ました。主はあなたに捧げるためです。私たちが自分が満たされるのではなくて、主を今日あなたの心を満たすことができるように助けてください。主を今私たちが握っているものすべてをあなたの前に明け渡します。自分の心、思い、考え、これからの中で巡っているすべての、自分の中に巡っている一切のものを主あなたの御手に今委ねます。私たち自身のすべてを今日あなたの御前にお捧げします。イエス様、今日私たちあなたを見上げるとき、あなたが天のお父さんに最後まで従われたその姿を私たちは見ます。自分を捨てて十字架を背負い、最後まで父のその心にこの身を委ねたその信仰を私たちに与えてください。その信仰を私たちの心に増し加えてください。主よ、この賛美の中で今もう一度自分自身を主あなたの御前にお捧げします。
主あなたの御前に明け渡します。完全なるあなたの御手に、偉大なるあなたの御手に全てを明け渡します。委ね切ります。私たちの人生の全てを主あなたに今を捧げします。おーやらららららら、主を治めてください。おーやらららららら、主を治めてください。主よ、
様、あなたにあって召され、私たちは大なる祭司とされていることありがとうございます。しかし主よ、イエス様、あなたは王の大なる方です。私たちの頭、私たちの主人はイエス・キリストです。私たちはあなたを崇めます。主よ、教会の頭はイエス・キリストです。私たちの持てるものすべてはあなたのものです。私たちの人生、私たちの時間、私たちの経済、私たちの名誉、すべてイエス・キリストのものです。主よ、愛する方に捧げることができる喜びをありがとうございます。この命をかけても良いと思えるものを見出すことができることをありがとうございます。感謝します。主よ、あなたが共におられるということ、あなたのものとしてくださったということ、私たちは感謝します。すべてをかけて良いと思えるものを持つ幸い、ますますそれが私たちの中に深いものとなっていきますように。すべての教会の中に深いものとなっていきますように。あなたを中心に愛する愛が解き放たれますように。感謝します。イエス様は心を一つに合わせるものの真ん中におられます。だから今私たちは初代教会が祈ったように、心を一つにして御霊によって祈る時間を持っていきましょう。イエス様と叫んでから私たちは御霊によって祈っていく時間を持ちたいと思います。3、はい、イエス様、私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御心のままに収めよ、主イエスよ。我らは神のものです。我らは、我らは日本は神のもの、故に神に捧げ、御心のままに納めよ、主イエスよ、納めよ、納めよ、主イエスよ、私たちのすべてをあなたの御前に
差し出します。全部あなたが血によって、あなたの命によって買い取ったものです。そしてあなたがお作りになったものです。感謝します。どうぞお座りください。私たちは賛美を、また神が最も喜ばれる砕かれた心を持って神の前にその礼を捧げてきました。今度は私たちは捧げ物献金という形で神の前に礼拝を捧げていきたいと思います。今日捧げる捧げ物をぜひ手に取ってください。祝福したいと思います。父の前にかざしてください。宣言します。天のお父様、恵みの神、あなたはいつでも良いお方、私たちに良いものを拒まれないお方です。今まで生きてきたのも支えられたのもあなたによります。そしてこれからもあなたはもっと良いもので私たちを満ち足らせてくださるでしょう。私たちはだからあなたの前に差し出していきます。豊かに与えてくださる方に与えることができる喜び、与えて私たちは捧げて愛を表すことができるこの喜び、ありがとうございます。あなたがこれを喜んで受け取ってくださることを感謝します。経済を捧げる私たち一人一人の経済を祝福してください。経済に打ち破りが必要な人に打ち破りを与えてください。また私たちの心が豊かなものになっていきますように、私たちがこの心を人々のために注ぐことができるようにさせてください。憐れみの心を持ってこの地上で神の栄光を表すことができるようにさせてください。私たちのこの霊を絶えず神の前に差し出すことができるように、豊かな命によって一人一人を祝福します。あなたが祝福してください。豊かな命を持つために来られたイエス様、あなたのその御業を成し遂げてください。感謝して捧げるお一人一人に特別な神の恵みがあることを宣言し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。ハレルヤ。私たちの周りには問題がきっとあると思います。難しい状況って全員抱えていると思います。でもですね、私たちがイエス様を見上げるとき、神を見上げるとき、私たちの問題はどれほど小さいものであることに気づくことでしょうか。アーメン。私たちはこの方を見上げ続けていきましょう。賛美するときにそのもといは揺れ動き、そして私たちはその牢から解き放たれていくんです。アーメン。今日もその打ち破りが起こることを宣言します。アーメン。いくつかアナウンスしたいと思うんですけれども、まずですね、新宿シャローム教会に今日初めて来た、もしくはですね、第3礼拝が初めてだという方、もしいらしたら立ち上がっていただいてもいいでしょうか。歓迎したいと思いますが、どうでしょう。皆さんベテランの領域に入ってきてるか。はっ、歓迎したいと思います。はい、逆光でものすごい見づらい位置ですけれども、ぜひですね、セルリーダーの方々声をかけてみてください。よろしくお願いします。今日はアハゴン姉妹はいるんでしょうかね。アハゴン姉妹はですね、イスラエルから帰ってきたんです。来週証しをしてもらおうと思ってるんですが、ちょっと一言だけ挨拶だけ、証しはしなくていいです。挨拶ちょっと一言、みんな見えるようにやっぱり顔見たいと思うので、ぜひですね、拍手で迎えたいと思います。シャローン。先週の、日曜日の夜中に帰ってきまして、1週間日本で過ごしています。変わらず皆さんがですね、変わらず本当に精霊満たされて賛美している姿を今日後ろで見たんですけど、本当にこの教会でね、良かったなと思います。本当にこのシャロンを愛して、本当にまた祈り、また本当に実際的なサポートを持って、本当に支えてくださって、本当にちゃんと無事に日本に帰ってこれて本当に感謝しています。はい、ありがとうございます。ハレルヤ。今回の帰ってきたのはですね、まだイスラエルの働きが続いていくんですね。しかしあと1年残ってるんですけれども、でもですね、3ヶ月も滞在するということ決まっててですね、感謝したいなと思ってるんですね。しかもですね、本当にいいタイミングで帰ってきてくれたなと、神様の配剤だなと思うんですね。トランプ大統領がエルサレムを首都と認める発言をしたためにですね、エルサレムはもうものすごい緊張状態の中に今入ってるんですね。しかしその2日前ぐらいにですね、出国してですね、いいタイミングだなと思うんですね。主の守りを感謝したいと思います。はい、あとですね、アナウンスとしては、はい、クリスマスのチラシというのを皆さんあるのご存知でしたですか。カラーのですね、一部持ってきてもらえますかね。ゆうきさん、ありがとうございます。このクリスマスのチラシ、新宿シャローム教会のクリスマスのイベントが載っているチラシというのがあるんですね。これもう クリスマスのものだけを抜粋しています。そしてカラーにして、お友達や友人知人にこう家族に配りやすいものとして作成したので、ぜひですね、ご家族や友人知人に用いてください。ゴスペルのクリスマスがあり、今度の土曜日はですね、ユースのクリスマスがあり、そして24日はイブのクリスマスがあり、イブはですね、慎吾先生メッセージですね。ぜひですね、それぞれの誘われる方に合ったところをですね、選んで行かれて伝道していってはと思います。アメン。昨日はですね、ハレルヤカフェのクリスマスの礼拝があったんですね。月に1回持ってるんですが、そこでもですね、佐々木静香姉妹が来てくださって、特別賛美の時間を持ったんですけれども、本当に素晴らしい時間でした。中にはですね、初めて教会に来たという方もいてですね、斎藤兄弟のことだからもうとっくに福音語ってですね、イエス様を受け入れる決心とかしてるんだろうなと思ったらですね、福音聞くのが初めてという方がいたんですね。その方も来てくださって、参加してくださって、イエスキリストを受け入れていたんです。ハレルヤ、感謝したいと思います。はい、福音をイエス様を受け入れるお祈りを、決心するお祈りをした後にですね、ありがとうございますって言われたら、もう気持ちいいですね。
最後にですねゴールワンプッシュポンと入れただけの人間なんです。私は実はですねその前にはずっと耕す祈りをしてその人にアプローチしてというですね地道な作業があった上でですね回ってきたパスを自分はこうポンと入れただけでですねなんかものすごい美味しいところをもらった感じだったんですけれども、ぜひですね私と共に協力してですね多くの魂が勝ち取られることを信じましょう。このクリスマスのシーズンに天の窓が開いてきますように、聖霊の御が注がれますように、固くなだった人々が柔らかにされますように、アメン。その技が起こることを信じます。はい、ですね、はい、ではメッセージの時間に入っていこうかなと思いますが、一言お祈りして御言葉の時間に入りたいと思います。天の父様ありがとうございます。礼拝の心、また私たちに新しい霊、新しい命、それを与えてくださった主を褒めたたえます。今日この時間にもあなたとの交わりの中で私たちがそれを味わい、それを与えられていくことを感謝します。命なる方と交わるとき、私たちは新しい命を得ることを感謝します。あなたを真ん中に絶えずお迎えし、この食卓を豊かにしてくださる主を褒めたたえ感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。はい、パワーポイントは出るでしょうか。はい、口の告白を変えていくということをですね学んでいきたいなと思うんですね。最近よく取り上げられていることだと思うんですね。敬虔な歩みをするために私たちが御言葉を告白するということはとても重要であると。初代教会においては2つの柱があったということをですね慎吾先生おっしゃってましたね。それはですねアテフ先生もおっしゃってたことですけれども、大事なクリスチャンの歩みの2本柱、それはですね御言葉を聞くこと、御言葉を朗読することによって聞いていくわけですけれども、御言葉を聞くこと、つまりもう摂取して味わっていくということですね、蓄えていくということです。これが第一の柱、そういうふうにしてイエス・キリストを知っていくということです。御言葉によって私たちはイエス様を知っていくんです。アーメン。そのようにイエス様を知っていくということが一つの大きな柱、そしてもう一つの柱はその聞いた御言葉に従順していくということです。私たちはイエス様が歩まれたその歩みをたどっていくことによって、イエス様はこんな風に歩まれたんだ、イエス様はこんな風に人々から迫害され困難をこうやって乗り越えていき、ああイエス様ってこのように憐れみを注いでこういう味わいをして人生歩まれたんだということを私たちも共感していくんです。そのようにしてイエス様を知っていくんです。この二本柱とても大事なものですね。こうして私たちはイエス・キリストを知っていくんです。ただ勉強して知ってるということではなくて、体験を持ってイエス・キリストを知っていく人は本当に力強くですねイエス様をお貸しするものになっていきます。その2つの柱を結ぶものが祈りですよということをイエス様言って、あ、イエス様じゃない、慎吾先生が言ってたんですね。危ない、あまりですね神格化してしまうとですね怪しい宗教になってしまうので、私たちは礼拝しているのはイエス様です。はい、慎吾先生はそう言ってましたね。そうです、その宣言で告白、口ずさむこと、これ御言葉を告白することは祈りなんです。私たちがそのような告白を保っていくならば必ず時が来ると実がなるんですね。なのでこの言葉というものは私たちの祈り、告白、宣言、それはとても大事なものなんですね。ローマ書10章の10節9節ってところは救いの入り口が入ってますが、そこも心で信じて義と認められ、でも救いはまだ起きていない、口で告白して救われるのですと。神の御手が動き救いの技が起こっていくのは私たちの告白に紐づいているというんですね。だからこの言葉というものはとても大事なんです。私たちは神の子供です。それゆえに神の子供の口の言葉には力があります。言葉は本当にですね多くのものを動かしていきますね。そのトランプ大統領のエルサレム首都宣言だってもうその言葉言っただけですよ。それだけでですね世界中がもうざわめいたわけですよね。 まだざわめいているんです。死傷者まで出てしまっているんですね。もうパレスチナ近辺のところはです、パレスチナはエルサレムを首都にしようと考えているわけですね。なのでイスラエルが首都宣言するとは何事だということになってくるわけですね。他の近隣の国々ももう許せないということが感情的にですねなってくるんですね。イスラムの国々はそこに第三の聖地と言われるですね黄金ドームがあるわけですね。なのでそこを首都とするだとという感じで感情的になっていくわけですね。なのでもう世界中が動くわけですね。言葉は見えないものですけれども、これは世界を動かしていくんですね。私たち自身人間というものがですね目に見えない言葉によって作られたということを信じますか。
神の言葉によって全てのものは生み出されていった。目に見えるものは目に見えないものから生み出されていっていると聖書は言うわけですね。私たち自身の存在もやはり神の言葉によって作られていった。でもですね、だからですね、私たちが霊的に養われ成長していくためには、私たちは神の御口から出る言葉によって養われると聖書は言っていないですか。この言葉によって養われるということが重要なんです。はい、運動をよくされる方ですね、今ショップの中の男性陣には筋トレが流行ってるんですけれども、筋トレする方はですね、プロテイン飲むと思うんですね。プロテインすごいですね。ペイ君がですね胸板がついてきたんですよ。ハレルヤ、すごい。誕生日プレゼントにですね、大量のプロテインをもらったんですね。誕生日プレゼント何が欲しいと言って、これ言っていいのかな。ここまでいいですかね。プロテインもらったんですよ、本人がリクエストしたので。で、他の人にも、じゃあプロテインもらったんだね、何がいい、じゃああなたにもプロテインと言って、プロテイン、あなたもからもプロテインとですね、どれだけもらうんだというぐらいプロテインをもらったんです。そしてプロテインを飲んで筋トレするとですね、筋肉めっちゃつくんですよ。で、効果があるんです。やっぱり素晴らしいですね。なぜなら筋肉はタンパク質によって作られているんですね。なのでタンパク質を摂取して運動すると筋肉がめちゃめちゃつくんです。アメンですか。アメンって言ってるのかな。いや本当ですよ、それは本当です、それ事実です。そしてですね、じゃあ私たちの体、神の言葉によって生み出された私たちの霊的なその内なる人は言葉によって養われていくんです。言葉を摂取すれば言葉を摂取するほど、私たちはそれは栄養を取っているのと同じです。そして運動をしなければ栄養はですね、筋肉にならないんですね。だから私たちは従順していくんです。そうすると私たちは健康になっていくんです、強くなっていくんです。アーメンですか。そういうことなんですね。みんな筋トレしましょうではないんですね。そういうことではないんですけれども、霊的な筋トレ、これは有益であると聖書は言うわけですね。肉体の鍛錬もいくらかは有益であるが、経験のための訓練は全てにおいて有益であると聖書は言うわけです。だからこの経験のための私たちは御言葉を取り、そしてそれに従順していくということは私たちを強めていくんですね。はい、言葉によって私たちは養われるので、言葉を大切にしないということは食べ物に気を使わない人と同じです。もう何でもいい、駄菓子でも何でもいい、もうオレンジ色してたり緑色してたり、もうそういうものでももう大好き大好き、何でもいいやと、そうなってしまったら私たち健康保てないわけですね。保存料がいくら入ってても腐らないからいいじゃないこれでと食べていく、もうカビが生えててもいいじゃない落っこっちゃったまあいいじゃない、気を使わないでいるならば体が壊れてしまうんです。なので食べ物に気を使うということは、霊的な食べ物に気を使うということは私たちの霊的な健康や成長に影響があるものですよね。アブラハムの信仰を成長させたものも、大きく成長させたものも言葉であると聖書は教えるんですね。ローマ人への手紙の4章というところを開いてみましょうか。ローマ人への手紙4章19節、誕生日プレゼントで聖書をいただいてですね、本当になんかこう牧師になった気分がしますなんかこう、あ、牧師ってこういうの使ってるなという感じですね。金ピカのこれ、製本もいいんだと私は信じてるんです。もうボロボロになってしまったのでです。でも新しいのでですね、ページがくっついていてですね、開けるスピードが倍ぐらいかかるようになってしまっています。私は4章の19節から21節一緒に読みたいと思います。3、はい、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の栄光を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に意向を期し、神に約束
ことを、成就する力があることを固く信じました。アーメン。私たちはこのアブラハムの信仰に習うものとしてこの地上を歩んでいるわけなんですね。主が約束されたことは必ず成就するんだと信じる、その信仰によって私たちは歩んでいるわけです。アブラハムはおよそ100歳になった時、自分の体が死んだも同然であることを認めました。そしてサラもですね、90歳、もうサラの体ももう閉経している、そして子供を産むことはできない状態、そういう状態であることを認めたんです。でもですね、その信仰は弱らなかったと書いてあるんですね。そして彼は不信仰によって状況はどんどん悪くなっていくんです。1週間経てば1週間経つほど、1ヶ月経てば1ヶ月経つほどに状況はどんどん悪化していきます。なぜなら年老いていくからです。少しずつ少しずつ年老いていきます。でも信仰はどんどん強くなっていったというんですね。すごい信仰ですね。なぜこんなことが起きたのかということですね。アブラハムはさあ、本当にこのですね、子供が生まれると約束された時に、そうか、アメン、信じますという、そういう信仰を持っていたんでしょうか。さあどうなんでしょうか。創世記のですね、17章1節というところを開いてみてください。アブラムがアブラハムと言われるようになったのはいつだったかご存知でしょうか。それはですね、アブラハムが99歳の時なんです。ものすごい晩年ですね。99歳の時にアブラムはアブラハムになったんです。はい、その時にアブラハムに対して神は約束を語られました。1節から6節までを一緒に読みたいと思います。3、はい、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。アーメン。このようにですね、あなたは多くの国民の父となる。もうだから名前変えなさい。アブラムじゃない、アブラハムだというですね、あの神からの宣言があったわけですね。それは99歳の時であったというんですね。はい、この時のアブラハムの信仰、それはどういう信仰だったのか、15節から17節一緒に次のページだと思うんですが読みたいと思います。3、はい、また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライの言葉だが、そのサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。アーメン。こう書いてあるんですね。ローマ人への手紙の4章とだいぶ様相が違いますね。99歳のアブラハムに対して神が言った子供が生まれるというその言葉にですね、いや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 、そんなことあるんですかと言って心の中で笑ったというんですね。アブラハムはそのことをですね、ちょっと信じられないんです、その状況。じゃあこのローマ人への手紙の4章の出来事、固く信じその信仰はどんどん強くなってというのは一体どういう状況で生まれていったのかということがちょっとわかるんですね。それは99歳の時から100歳になるまでのその期間にどんどん強くなっていったということがわかるんですね。この99歳の時点ではいや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 っていう信仰ですよ。アブラハムは生まれません、生まれません、そんなのありっこない、そういう信仰を持ってる。しかしですね、100歳になった時にはもう絶対生まれる、もう生まれるに決まってるというですね、そのようにして神に栄光を期したというんですね。いろんなことがですね言えるとは思うんですが、その中の大きな要素はですね、アブラムがアブラハムになったということが言えると思うんですね。さあ何のこっちゃって思うかもしれないんですが、日本語にしてみたら分かりやすいんですね。あの多くの まあ、ここにですねアブラムがいたとします。それがですね、アブラハムになりました。
そしたらですね、奥さんはアブラハムご飯よって呼びますよね。アブラで、しもべたちもたくさんいるんです。アブラハム様、お召し物を用意しておきました。アブラハム様、私に何かごめお命じください。そういうふうにアブラハムに言うわけですね。名前変わったわけですから、アブラムとは言わないです。アブラハム様というわけですね。そうするとですね、日本語にしてみたら、多くの国民の父って奥さんから言われるんですよ。多くの国民の父、こっちに来て、多くの国民の父、ご飯よ、多くの国民の父様、ご用意ができました。多くの国民の父様、もうお眠りになられますか。そうしたらですね、もう何回も何回もその言葉を浴びせられるわけですね。その言葉によって彼は養われていったんです。そのことのように、私は多くの国民の父になる、神は約束されたことは必ず果たすというですね、信仰はますます強くなっていったんです。アメンですか。アメン。私たちは神の約束をのその告白を聞き続ける必要があります。アメン。そうして私たちは養われ、私たちの信仰は強くなり、そして神は必ず言ったことを果たされるということをですね、確信するようになるんです。アメン。だからもう聞いた御言葉がですね、本当大丈夫かな、でも語られた気がするな、本当かな、でも受け取りますとですね、そのようなですね、信仰で受け取ったとしても、私たちはめげないでください。それを告白し続けるんです。あなたは私に仰せになりましたよねと、私にそう言ったと。私自身がそうなんですよ。私自身がですね、私があなた方を愛したように、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私の戒めですという御言葉を私は受け取ったんです。もう多くの人が受け取ってると思うんですね。これは唯一の戒めと言われるものだから。でもですね、本当にできますかっていう気持ちがですね、受け取ってからも延々私の中にはあったんです。未だにまだ完全じゃないと思うんです。でもですね、告白し続けるんです。それを感謝します。あなたが愛したように愛せるんですね。あなたが愛したように私は人を愛することができることを感謝します。あなたの体となって、あなたの手足となって、あなたの口となって、私は人々を愛することができるんだ。それを感謝するんです。そういう時に私の中にその信仰が増し加わることを感じるんです。だからこの告白をし続けるということはとても重要なことです。そして私たちの体に受肉していくんです。私たち自身となっていくんです、御言葉が。これ重要なことなんですね。言葉には力があります。だから逆にですね、不平不満は健康を害するんです。いいことをたくさん言ったから、悪いことをこれだけ言ってもいいっていうものでもないですよね。健康的なもの、ハレルヤカフェの食べ物を月に1回、週に1回ここでお弁当食べるから、あとはもう、まあ、なんだろう、個人名言うとは難しいですけども、まあでも許されるだろう、マクドナルドのポテトをひたすら食べる、とにかくポテト、朝もポテト、昼もポテト、夜もポテト、そして週に1回はハレルヤカフェのハレルヤ弁当では、健やかになれないですよね。普段が大事なわけですよね。私たちはこの不満というものが、つぶやきというものが健康を害するものであるということを知っておくべきです。不平不満は何にも解決しないんです。何にも解決しない上に、私たちのホルモンバランスを崩していくんです。医学的に証明されています。私たちがつぶやくとき、私たちが文句を言うとき、不平不満を言うときに、私たちの脳からはホルモンのバランスを崩していく、そういうような物質が出ていくんですね。そして体調が崩れて、実際に病気になるんですよ。なりやすいというふうな医学的な発表が出ています。逆にですね、私たちが喜んでいると、私たちの脳内からはエンドルフィン、ドーパミンというですね、いいホルモンが出てきて、私たちは健康になっていくんです。ますます健康に、健康に。だから私たちの口の告白というものが、私たちを作るということは、の健康を作っていくということ、医学的にも証明されているんですね。で、いい告白することが良いということは、皆さん分かっておられると思うんです。分かっちゃいるけど、やめられないから問題なわけですよね。分かっててできるんだったら、私たちは勉強死ぬほどしたらいいです。で、知った分だけ私たちも、はい、もう知ってるから大丈夫ってなるわけじゃないですか。分かっちゃいるけどできないから問題がある。そしてですね、口の告白のことに関しても、メッセージすることはある意味楽なんです。言うことは楽です。でもですね、そうするとできないときに葛藤するわけですね。で、多くのこういう質問を受けるわけです。口の言葉が大事だということを
とても多く語られて、私自身大事なことを本当に思います。でもできないんですっていうご相談を受けることができます。もう一人ではありません、受けるんです。何件も受けるんです。だからですね、今日はどうしたら悪い言葉を言わなくなるかということの手がかりをですね、今日はお伝えすることができればと思っているんですね。はい、実際に私たちが良い言葉、悪い言葉を言わなくて良い言葉を言う生活を身につけるためには、結論から言いますと、私たちの心が変えられなければダメです。なぜならば、心にあるものが口から出るのですと聖書は言うからです。どれだけ私たちが自分を戒めて、自分を律して悪い言葉を言わないようにしよう、時にはそれも重要でしょう。でもですね、そうしたからといってクリスチャン生活を、私たちが歩むべき歩みを全うはできません。結局は心が変えられなければ、良い告白を心からすることはできないんです。人を心から祝福することができないんです。いや、もう成功したんだ、いいね、よかったねというですね、喜びをですね、表面上することはできるんです。でも心の底からその人を祝福して、よかった、よく成功したと言って涙を流すことまでに、真心からその人の成功を喜ぶということは、私たちは心が変えられなければできないんです。結論はそうなんですけれども、でももうそこまでをつなぐことが大事ですよね。神様がそのためにどう私たちに御言葉を与えてくださっているかということですね。私たちは表面上を作ること、自分を律することだけではクリスチャン生活を全うすることはできません。大事なことは、私たちが日々新しく作り変えられていくことなんですね。そのようにして私たちが変えられていくのであれば、そのように言うことが喜びになっていきますし、私たちはそう生きることが喜びになっていくわけですね。心が新しく作り変えられていくことを祝福します。日々私たちは生まれ変わり続けるんです。体の細胞は毎日毎日新しく生まれ変わっているんですよ。実は何週間か、2週間か、3週間で体の細胞は全部総特化されているんです。実はそれと同じように、私たちの中には新しい創造の力が働き続けているんです。私たちはこの創造の力を受け取る必要があるわけですね。神を愛するものに作り変えられていくことが重要なんです。父によって生まれたものはイエス・キリストを愛するはずですと書いてあるんです。ヨハネの福音書にそう書いてある。だから父によって生まれ続けることが重要なんです。神によって生み出されたものはイエス・キリストを愛する。私たちはそのようにですね、日々作り変えられていくのであれば、心から良い告白をするものになっていきます。そしてそれは私たちをこう窮屈にさせないんですね。なぜならば、真理に生きていきたいという喜びがあるからです。真理は人を自由にするんです。もし私たちが自分を律して上辺だけ作ろうとすると、聖書を読むたびに私たちはですね、束縛されていくんです。これをするな、あ、これしちゃダメなんだ、人をあざけるな、あざけちゃダメだ、人を見下すな、あ、これもダメか、悪い言葉を言うな、あ、これもだ、あれもダメ、これもダメ、これもダメ。そしてですね、私たちは人前に行ってもですね、口を開かないもののようであったとなってしまうわけですね。口開かない。そしてですね、我慢して人から何言われてももう口開かない。そしてですね、我慢して我慢して我慢して、その結果何がやってくるかというと、バーンってなるんですね。ああ、黙って聞いてりゃ言うけど、じゃあ言うけどねと、じゃあ言わなくていいという、前からツッコミが入りそうですけれども、じゃあ言うけどねと、ベラ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 、あのね、これこれこれこう、私はこここここう思ってる、これだってね、こう思う、私はこうだ、わーっとやって爆発した後に、その後もううちにあるものを全部出し切って、はあと、こう壊した残骸を見る子供のような気分になるんですね。はあ、こんなに壊してしまったと、人間関係を、あ、こんなにやってしまったと、あ、どうしようと自己嫌悪に陥る。これは私のことを言ってるんです。私自身体験があるから、それがあるということを知ってるんです。私たちの我慢によって私たちの人生は成功しません。神が願っているように歩めません。そうではないんです。新しく作り変えられることが重要なんです。そうして私たちの中に真理が宿ってくるときに、真理は人を自由にしていくんです。したいという気持ちが私たちの中にやってくるんです。アメン。神は愛ですよ。だって私たち神によって作られていくならば、もうその作られた領域は愛そのものです。だからもう愛することが喜びでしかないんです。そうなっていくことを私たちはですね、ますます求めていきたいと思うんですね。真心から私たちがですね、全く信仰を持って真心から使える道があると聖書は言っているのです。
私たちはそのように変えられるように召されていると聖書は教えているんです。そのための鍵になる御言葉、私たちがですね、御心、神の御心を心から喜んで行うことができる、そのための鍵になる御言葉、ヘブル書の10章の22節というところ、プロジェクターに出るんですが、一緒に出ますかね。はい、 下ボタンをポンって押すと出るんじゃないかな。出ない、複雑なシステムなんですね。最近私やってる頃そんな面倒くさくなかったです。はい、ヘブルの 10-22 一緒に読みたいと思います。3、はい、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。私たちは全く信仰を持って真心から神に近づいていくことができるんです。上辺だけを作って表面上よく見せて神に近づくのではなく、真心から神に近づいていくことができる、その道が私たちに用意されているんです。そのために神が私たちに与えてくださっている恵み、それはですね、心に対する血の注ぎです。もう一つは私たちが清い水で体を洗われるということです。この二つが私たちをですね、もう喜びを持って真心から神に仕えるものに作り変えていくんです。最初の一つ目、それはですね、心に血の注ぎを受けるということですけれども、それはですね、短く分かりやすい言葉で言うのであれば、悔い改めることです。悔い改めを持って神に近づくということです。イエス様は言われました。神の国が近づいたから、悔い改めなさい、神の国が近づいたからと言われるわけです。神の国に、なぜならば神の国に入っていくための入り口は悔い改めを通してだからです。なので私たち悔い改めるということは恵みなわけですね。だからもうこの恵みをですね、感謝しましょう。ああ、また悔い改めなければいけない、また悪いところを見つけてしまった、もうめんどくさいとかではなくてですね、これは神に近づくことができる、神様からのこう私に悟しを与えてくれてるんだ、私に教えてくれているんだということを受け取ってください。一番苦しいのは自分が悔い改めるべきものがないと思う状態ですよ。それは一番もう嘆くべき状態です。それ以上神に近づけないということですよ。私はもう完全だ、私に悪いところなんかどこもない、そう思う人間はもう神にその以上近づくことはできません。むしろ神から引き離されていくでしょう。そうではなくて、私たちに足りないところがあると認めることは神に近づくために重要なんです。私たちはこの心を自分の思う通りにデザインできません。ああ、こんな優しくなれたらいいな、こんな愛の人になれたらいいな、こう花を見て綺麗だなって思える人になりたいな、人の成功を喜べる人になりたいな、みんなそう思うと思うんですね。まあ男性は花見て綺麗とか別にどうでもいいと思うかもしれないですけれども、でもですね、そういうふうな心でありたいなと思うはずなんです。でもですね、私たちの心は自分自身でデザインできないんです。自分自身で好きなようにここはここちょっと削って、ここはこういうふうにちょっと丸みを出してとか、そんなふうにできないわけです。嫌いなものは嫌い、もう好きなものは好き、これが私たちの心のありようです。生まれながらのです。好きなものは好きだから、好きなものがあるともうどうしても好きなんです。ダメって分かってるものってあるじゃないですか。好きだけどこれはダメ、ダイエット中のポテトチップス誘惑ですよね。はい、なんかあると、なんかポテトがすごく多いのは私がジャガイモ大好きだからですまあダイエット中のポテトチップス、まあ、もう好きだけどダメダメ、もう嫌い、ポテチ私は嫌い、うわコンソメ味とか、うわうわ何あれ、うわお好きってなるんじゃないですか私たち。そうですよね、嫌い嫌い嫌いって思って避けても、もう我慢して我慢しても、もうそのものを見たら、触れてしまったら、匂い嗅いでしまったら、やっぱ好きってなってしまう。変えられないんです。逆にもう嫌いなものも好きにならなければいけないって思う時ってあるじゃないですか。もう苦手な人とか職場にはいるのではないでしょうか。その人を愛することができますように。でもですね、苦手な人、あ苦手な人、いや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 、愛するんだ愛するんだ、あの人はいい人、あの人はいい人、あの人好き、あ私はあの人大好き、
あ、愛おしい、あの人大好き大好き大好き。こういざ目の前にするとですね、やっぱダメみたいな感じになってしまうんじゃないでしょうか。私たちはですね、心をデザインすることができないんです。人の心は陰険で良くならない、エレミア書に書いてあります。ただですね、この心をお作りになった神にはできるんです。だから私たちが耐えるのは自分の知識ではなく神の力なんです。この方により頼むということ以外に私たちが心から使えることは到底できません。だからもう心から使えることができない領域見つかったらもう感謝です。あ、これが私の中のあなたに使えることを阻んでいるものなんだということを見つけるたびに神の前に持っていくんです。イエス様の十字架に私たちはそれを貼り付けるんです。イエス様の血の恵みを受け取るんです。そしてイエス様の血は全てのものをあがなうことができるんです。それゆえに私たちはこの恵みを受け取り続けていきましょう。そして私たちはですね、悪いと思ってもやり続けてしまうということには口の告白も一緒なんです。もう先ほども言いましたが、これは言っちゃダメだと思って律しても結局どこかで爆発してしまって口で失敗してしまう、そういうことっていうのはですね、起こるわけですね。ふとした時にポロッと出てしまう、そういう口の失敗っていうのはですね、分かっていてもやってしまうわけですね。口を制御することは成熟であると聖書は言ってるんですね。ヤコブ書の話ですが、私たちの口の言葉で失敗しない人はいないと聖書は言うんですが、でもじゃあ失敗しない人はいいから口なんかもうどうでもいい、いくらでもいい、聖書は失敗するって書いてあるじゃないか、もう私は制御するのとかもうそういうの、口を神の前に差し出すとかもうそういうのどうでもいい、失敗し続けてやるとかいうのは人生を破壊していくわけですね。そうではないんです。私たちが成熟していくのであれば、この口の告白というものは神とどんどん一つになっていくんです。そのように私たちの口が告白が変わっていきますように。告白が変わったら皆さん素晴らしいことですよ。私たちの人生の進む方向が変わるということです。ヤコブ書には私たちの口の告白は船の舵のようだと言ってるんです。つまり舵というのは右に切ればそっちに船が行くんですよね。左に切れば船はそういうふうに行く、そういうふうにできてるわけですよね。私たちの口によって私たちは進行方向が決まっていくんだというんです。だから祝福された人生を望んでいますか？ならば私たちの口が祝福を告白しますように、御言葉を告白しますように。そうするならば私たちは良い実を味わうことになるでしょう。アメン。口の言葉で失敗した例というものは聖書でたくさん見ることができますが、第二列王記の7章を開いてみましょうか。第二列王記7章1節から2節。北イスラエル王国においてその時代、預言者はエリシャという預言者が活躍していました。その時代にですね、敵はですね、都を包囲していったんですね。そして都はもう兵糧攻め、もう食べ物がない。それゆえにですね、鳩の糞がもう何シェケルかで売られるというような状態です。ロバの頭が何シェケルか、ロバの頭食べれるのか、鳩の糞食べれるのかという話ですけれども、それが何シェケルかで売られるような状況ということです。もう麦を食べるなんてことはもうもってのほか、もう何食べたらいいんだという状況の中でエリシャはですね、予言をするんです。7章1節から1節の宣言し、1節読みましょうか。3、はい。エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこうおせられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。アメン。こう書いてあるんですね。1セアというのは 7.6 リットルと書いてあるので、まあこれぐらいですかね。10キログラムの米袋が私たちに分かりやすいんじゃないでしょうかね。あれに近いと思います。あのぐらいのサイズの小麦が1シェケルで売られる、安いということですね。そういう感じで売られる、いや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 、ありえないありえないというのが多分大方の意見です。なのでこのですね、侍従がですね、こう答えるんですね。7章の2節一緒に読みたいと思います。3、はい。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていたものが神の人に答えていった、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そこで彼は言った、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。アーメン。
私たちは口の告白の実を食べるんです。私たちがそれはできませんというのであればできなくなってしまいます。私たちの口の告白に人生は導かれていくんです。箴言の18章の20節にはこう書いてあります。プロジェクターでます。一緒に読みたいと思います。3、はい、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。アーメン。良いものを、神は私たちに良いものを味わわせたいと思っておられます。もちろん苦しみも味わうでしょう。もちろん様々な忍耐すべきところも味わうでしょうが、神が味わわせたい本質は喜びです。良いものを味わわせたいと思っています。それを味わいたいのであれば、私たちの口の告白が良いものであることが必要です。そのような告白の実を私たちは味わい、その収穫に満たされていくと聖書は教えるわけですね。私たちは悔い改めてですね、この口の告白が変わっていくために良心の清めというものを受け取っていきましょう。良心が清められていくと、私たちはですね、もうこんな言葉は言っちゃいけないんだという言葉がことがですね、知識として知っているのではなく、心からそれはダメだという心が芽生えるようになっていきます。悔い改めて血潮の恵みを受け取っていくならば、良心が清められるからです。それがヘブルの10章の22節が言ってたことですよね。良心が清められると言っていたんですね。良心というものは悪に対して敏感なものです。悪いことをするときに良心の咎めを感じるんじゃないんですか。私たちは良心というものは悪に対して敏感な私たちのセンサーです。でもですね、この良心というものは清められたり汚れたり麻痺してしまったりすることがあるわけですね。なので血潮によって私たちが健全な状態になっていくことは重要なことなんですね。ゴミ屋敷の住人は、ゴミ屋敷って言いますよね、住人って市区町村で問題になるんですよね。あの家臭いと、 風が吹いてきたら風下の家はもう臭い、何があるのあそこの家と、もう窓からですね見下ろして塀の内側見るともうゴミだらけ、うわーというですね嘆きが近隣から出る。ゴミ屋敷、ゴミ屋敷ですが、ゴミ屋敷の住人はゴミを汚いと思わないのです。そうですよね。ゴミ愛おしいと、この愛おしい思い出の品々の数々と思っているわけです。もうこれはもう捨てられませんと、人々から何言われてもとゴミに対して愛着を持っているわけです。だからですね、もう市区町村がもう耐えられません、近隣から苦情出ています、行政で入りますって言って、このゴミをですねトラックにこうやって積んでいくとですね、生ゴミとかバーッと積んでいくと、やめてうちのそれ、あーそれだけダメとかですね、そういうシーンを見たことがあるんです。それだけはって、全部がそれだけなんですよ結局。全部ダメなんです、持ってっちゃダメって、そういうものです。ゴミ屋敷の住人はゴミを汚いと思わないのです。なぜならばもう汚れに対する、ゴミに対する感覚は麻痺しているわけですね。そこで寝れる、そこで生活できる、そこでご飯食べれる、そういう感覚になってしまってるんですね。逆にですね、潔癖症の人で1週間お風呂に入らない人っていますか。私もこう釣り革とか捕まるのダメなのと言って、こうアルコールの除菌のなんか小さいやつがですね、100円ショップでどんどん売れるわけですよね。ああいうのですね、ハンカチとかにちょっちょって濡らしてキュッキュッって拭いて、そして、いや悪い習性じゃない、習性というか動物みたいですけど、習慣じゃないと思いますよ。なぜならば誰が触ったかわからないから、こう病原菌とか移る可能性があるっていうのは事実だからです。悪いとは思わないです。まあ私はそこまで神経使わないですけど、もう捕まれるなら捕まれる、こっちでもいい、どこでもいいという感じですが、でもですね、気にされる方は気にするわけです。そしてですね、そのように気にする方が1週間お風呂に入らないということがあるんでしょうか。ないと思うんですね。清潔にしているからこそ、そういうところもうちょっと汚いところ触れないってなるんじゃないでしょうか。清潔な人は汚いものを許せないんです。そのように私たちの良心が清められていくのであれば、汚いものを受け入れられなくなっていくんです。そういう変化が私たちにですね必要なんです。神に真心から清い生き方を捧げるためには、私たちの心が清められていくことが必要なんです。そうしたらこんな汚れを神の前に差し出すことはできない。こうね、世の中には罵倒する言葉とか罵る言葉とかたくさんありますよね。ヘイトスピーチとかやってますよね。あそこではもう
なんとかなんとか首相出てけとかそういうことを言ったりするわけですよね。そうやって罵倒していく、もうそんなこと言えないってなっていくわけです。私たちの良心が清められていくことが重要です。それは血潮の恵みによって、そして悔い改めていくことです。だからもう賛美でも私たちは言ってますよね。神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで。アメン。それは詩篇51編です。それは悔い改めの詩篇と言われる詩篇です。悔い改めは私たちに清い心を作っていくんです。神の御前で使えることができるものへと変えられていくんです。だから悔い改めというものは素晴らしいものです。神の愛が私たちを悔い改めに導いていきます。この方にもっと近づきたいという私たちの中には衝動があるんです。すでに全員の中に入ってるんです。これは入ってるんです。クリスチャンですか？入っています。イエス・キリストは主ですか？3日目によみがえりましたか？じゃあ入ってます。アーメン。だから私たちはできるんです。もうすでに与えられているからです。私たちの頑張りというのではなく、神が与えてくださった恵みによってできるのです。はい、あるですね、ポルノ中毒のクリスチャンの話をしたいと思うんですね。もう牧師とかしてるといろんな人の相談を受けます。ポルノという話をですね、教会ではタブーにすることもあるかもしれませんが、シャロームではですね、幸いなことにタブーだよという医学先生からですね、禁じられていないので、ある程度のラインで話をできたらと思ってるんですね。その人はクリスチャンなんですけれども、でもポルノがやめられなかったんです。数年間悩み続けました。そして相談を受けるわけじゃないですか。そしたらですね、私は何て言うかというと、悔い改めましょうというわけですね。悔い改めましょう。はい、そして悔い改めるわけです。そしてその人はですね、私の目の前にまたやってくるわけです。またダメでしたというわけです。そうですか、私は何て言うのか、悔い改めましょうって言うんです。悔い改めましょう。もう罪を犯したら悔い改める以外に方法はありません。じゃあ他に5人伝道したらチャラとか、そういうのないです。ないない。そういうのないですよね。なんか他のことしたら、じゃあ献金10万したらチャラ、それやったがために宗教改革が起きたわけですよね。そうじゃないですよね。そういうのない。もうその罪に対して向き合わなければなりません。だからもう悔い改めましょうっていうふうに進めるわけです。そしてですね、本人も変わりたいという意思を持っているから私に持ってくるわけです。それで変わりたいけど変われないというせめぎ合いの中ですね、悔い改めましょう、そしてですね、主を求めて祈りましょうということを進めるわけです。そんなやり取りをですね、かれこれ繰り返している間にですね、1年くらい経ったある時、彼は私にこう言うわけです。私はですね、ポルノを求める自分に耐えられなくなって、もうやめました、全部捨てました。ハレルヤ、感謝したいと思います。私たちはこの心が作り変えられていくとき、悔い改めて神を求めるようになっていくとき、私たちの中にはそれを握り続けることが耐えられないということが起きていくんです。性的な罪に対する癒しというものがなされることはとても重要なことであると今感じています。それはですね、姦淫の罪ですよね。姦淫の罪というものはですね、私たちがこの地上でちゃんと取り扱われておくべきものであると思います。教会は時にこのテーマに触れることを避けることがあるのではないかと私は思います。シャローム教会は幸いそんなことをですね、避けましょうなんてお触れは出ていないんです。でもですね、これは避けて通れないことです。性的な姦淫の罪に対して私たちはですね、ちゃんと取り組むべきです。そうでなければ霊的な姦淫に関しても私たちは取り組めないと思うんです。偶像礼拝、むさぼり、それがそのまま偶像礼拝なのですと聖書は言うわけです。でも終わりの時代に私たちにやってくるチャレンジは、自分の欲望のままにむさぼるのか、それとも神の前に全て明け渡して神のために生きるのかというチャレンジがやってきます。だからこそこの霊的な会員、誰が主人なのか、誰が私たちの神なのか、あなたですか、神ですかというですね、そういうチョイスに、神だとすぐにつかめるような
状態に取り扱われていくということは重要なことなんです。だからこの姦淫の罪というものをですね、特に男性は弱いです。私は男性だからよく知っています、向き合いましょう。はい。そして勝利があるということを私は明かしました。必ず勝利があります。性的な罪に対しての勝利というものを完全にではなくても部分的に味わっている方はこの中にたくさんおられるということを信じます。そうです、私たちはそれに対して勝利していくことができるんです。悔い改めて私たちがですね、主を求めていく中でさまざまな習慣的な罪から私たちは癒されていくことができます。姦淫やそういう不貧困、そういうものとこの口の言葉も同じ原理で癒されていくんです。ローマ人への手紙の1章27節をちょっと開きましょうか。27節から27節から28節までちょっと読みましょうか。3、はい、同じように男も女の自然な欲を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。アーメン。こう書いてあるんですね。ローマ人への手紙が書かれたのは2000年ぐらい前のローマに対してですけれども、当時のローマの文化というものはですね、ギリシャの文化です。そしてですね、その文化の中においては男性が男性にラブレターを書くということはもう当然のことだったわけですね。性的な汚れというものはもう私たちから見たらありえないというレベルのことがですね、されていたわけです。年頃の男性がですね、男性からラブレターもらわなかったらもう魅力がない人間なんだって見られたのが当時の風潮です。それぐらいですね、性的なものというものは乱れていたんですね。そういう状況の中で書かれたということを頭に入れるとこれは分かることだと思うんですが、そのような性的な乱れというものがある、そういう状況の中で、はい、じゃあ、29節30節31節32節まで読みましょうか。3、はい、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行う者に心から同意しているのです。アーメン。そんなことが悪いということはよく分かっているわけですね。彼らは悪いということは分かっていながらもそれをもう心から同意して行っていますということを言っているんですね。悪いというのを知ってます、でもやめられないでしょ、だからしょうがないでしょっていう感じでやってしまうということですね。彼らはそういう生き方をしていたということです。最初に出てくるものはあらゆる不義、悪、むさぼりや悪意とかですね、そういうことを言ってるわけですけれども、最初は不貧困から始まって、しかしですね、29節の途中からそれはですね、妬みや殺意、争い、欺き、悪巧み、陰口を言う、そしると口の言葉になっていくわけですね。つまり口の言葉も一緒です。彼が回復するために大事なのは神を知ろうとするということです。神を知ろうとしたがらないので彼らに神はそのような思いに引き渡してしまったと言ってるんですね。だから神を知ろうとするということは私たちをそのようなそしり、まあ、陰口、そういう、ものから解放していくわけです。不貧困も一緒ということですね。私たちはそのような中毒を断ち切っていくことができるんです。悔い改めて神を求めていくとき、私たちの口の言葉は変えられていきます。もうこんなこと言うのは耐えられないという気持ちの方が勝ってしまうんです。それゆえにそれはですね、口から出てこなくなっていくんです。私たちはですね、汚れの楽しみというものが分からなくなるわけではないんだということを理解しておくべきです。私はですね、ずっとそう思っていました。何かですね、こう
クリスチャンになってこう清められていくっていうことは、そういうことの楽しみっていうのをもう何だろう、理解できなくなることだと思っていたんですね。もうわからない、そういうセンスがなくなる、そういうものだと思っていたんですね。だから成長していったら私はこう何か悪いものに近づいた時に、いやもう全然興味がない、いやいやいや本当にもうしたくもなんともないしみたいな感じになっていくものだと私は思ってたわけですね。本当に思ってたんですよ。子供のような信仰を持ってるんだなと自分で今言いながらですね思ってたんですけど、いい意味ではないかなとでもちょっと思います。あまりにも幼稚な信仰というか考え方をしてたわけですね。でもですね、そうではないんです。パウロ自身ですね、罪の儚い楽しみを味わうよりはと聖書の中で書いてるわけですね。つまり罪には儚い楽しみがあるということをパウロ自身が認めているわけです。つまり罪には楽しみというものが存在している、しかしそれは儚いものであって私たちが本来味わうべきものではないとパウロは説明するわけです。だから罪の楽しみが理解できなくなるわけではありません。そうではない、新しい心が生み出されていくから私たちは耐えられなくなっていくんです。結婚したら途端に異性に対して魅力を感じなくなるんでしょうか、私たちは。そういうものですか。こう結婚のここでパパパパーン、パパパパーンって2人がこう来て、そして誓いますか、はい、誓いますか、はいって言ったら、その瞬間に神様からの油注ぎがドーンと落ちてきて、もう異性に対して魅力感じなくなりました、なんか生まれ変わったみたいっていう講座が起こるんですか、私たちには。いや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 、そうではないですよね。結婚しても異性に対して魅力を感じるから浮気というものが世の中には存在するわけですよね。でもそれができないのはパートナーを愛するからですよね。また神を愛するからですよね。いやこんなことをして悲しませてはならないと思うから、私たちはそういう方向に走っていくことができないんです。そうですよね。愛が成熟していくと、愛の心が生み出されていくと、私たちはもうそれはできないよってなってくるわけです。悔い改めも汚れを楽しむことが理解できなくなるわけではないんです。そうではなくて、新しい心が生み出されていくということなんです。清い新しい心が私たちの中に生み出されていく、揺るがない霊が新しくなっていく、それゆえに私たちはもう耐えられないというふうになっていくんです。そんなことを言うことは、愛する方を、愛するものを悲しませると思うからできなくなっていくんです。アメンですか。そのような憐れみの心が成熟していくこと、それが私たちを罪から解放していくんです。アメン。なのでですね、まとめます。悪い告白を離れるために最初のポイント、それはですね、私は自制することも大事だと言いました。悪いものが目の前にいる間は口輪をはめてください。これ重要なことです。悪いものが目の前にいるということは、怒りが目の前にあるとき、憎しみが怒り目の前にあるとき、妬みが目の前にあるとき、私たちの中に混乱が目の前にあるとき、そのようなときに私たちは口に口輪をはめるべきです。そのようなときに私たちが何か人に対して訴えかける言葉にはトゲがあります。人の関係を破壊していきます。だからもうチャックするに限るんです。お口チャックです。私はですね、保育園でよく言ってましたよ。みんな、はい、じゃあお口チャック、その口はでないじゃないですか。私口はってあんまり見ないですよ。お口チャックの方が私には馴染み深いですね。お口チャックです。悪いものが目の前にいたらお口チャックしてください。そうしたら私たちは賢いもののように見えると聖書は言います。そして人間関係壊さないんです。でもですね、もしそのことで、その類のことで取り扱われているのであれば、私たちは御言葉の剣を抜いてその戦うべきです。そして退散させるんです。私はよくこういう告白をします。私は目の前に卑しいものを置かないと宣言するんです。それは詩編に書いてあることです。110編に書いてある、私は卑しいものを目の前に置きません、私はそれを憎みます、それは私にまといつきませんと聖書に書いてあります。だから私の中にこう、それは良くないんじゃないかと思うような考え方が目の前にやってくるとき、そういうときに私は卑しいものを目の前に置かないって、その御言葉の剣を抜くんです。そうするともう瞬間に去っていきます。そのように取り扱われて、すでに私たちがそのことの勝利を知っているのであれば、勝利は簡単です。でも取り扱われていないのであれば、私たちはですね、いくら御言葉の剣を抜いてもですね、勝利していくのは困難なんです。
なぜならば、それはその剣が自分のものになっていないからなんです。まず剣というのは自分自身が刺されなければならないんです。その御言葉の剣を持って自分自身の心が刺され、そしてその剣を持って人々をというか、この世の中を、私たちはですね、剣を用いていくことができるんです。だから自分自身がその御言葉によって悔い改めることなしに、その剣を使えるようにはならないんです。悔い改めるまではお口チャックです。2番目、それはですね、主を目の前に置き求めるということです。悪いものが目の前にいる間は黙っていなければならない。でもですね、悔い改めて主を目の前に置くんです。方向転換して主に向くんです。私たちが目の前に置くべきは、卑しい考えや貧しい考えや破壊的な考えや、そういうものではないんです。そうではない、私たちが目の前に置くべきは主です。そうするときに私たちはですね、健康になっていきます。そして良い告白ができるようになっていきます。そして私たちは告白の通りに救いを味わっていくんですね。身を見ていくんです。そして3番目、それはですね、良い言葉を昼に夜に告白し、思い巡らし続けるということです。そうするときに私たち自身、その御言葉が私たち自身のものになっていきます。そうすることで時が来ると実がなるんです。結果を見ることができます。アメンですか。ではですね、今日のヘブルの10の22をもう一回出していただけたらと思うんですね。ヘブル10の22には、血の注ぎだけではなかったですよね。心に血の注ぎを受けて、この邪悪な良心が清められる、それとともに体を清い水で洗われるということ、このことによって私たちは真心から全く信仰を持って神に近づいていくことができると聖書は言うわけですね。なので水の洗いを受けるということが重要です。それは御言葉の先ほど言った告白にがとても重要です。私たちが良い告白を続けるということによって、私たちは現れ続けていくんです。私たちの内側の感情が、私たちの考え方が現れ続けていくんです。清められ続けていくんです。そうすることで私たちはですね、変えられていきます。悔い改めて悪いことから離れるということは重要なことです。しかしですね、悪を離れることだけにフォーカスしていくクリスチャンライフというものは鬱になります。もうあっちも汚い、あこっちも汚い、じゃあもうこっちも、あこっちもみたいな感じになって、私たちは行く場所がなくなってしまいます。汚れを避けて生きようとするのであれば、世の中から出ていかなければならないです。修道院に入ったらどうかといったら、修道院までだって罪は追いかけてくるでしょう。どこ行ったってですね、そこに汚れは追いかけてきます。なぜなら汚れは私たちの心の中にあるからです。逃げ場所なんかあるわけがないわけですね。悪を離れることにフォーカスを当てていくならば、私たちはもう逃げ惑う民のようになってしまいます。そうではありません。私たちは悪を離れるとともにイエス様にフォーカスするんです。見つめるべきはイエス・キリストなわけですね。この御言葉なる方を見つめるということが重要なわけです。だから特に重要なのは、私たち自身に語られた霊魔である御言葉、神の御口から出た言葉、これに目を向け続け、握り続けることです。口ずさみ、思い巡らし続けることです。神の御口から出た言葉が私たちを養うんですよね。だって聖書の、あこの御言葉いいな、よし、じゃあこれ決まり、私はこれ、そういうものじゃないですよね。そういうものではない。いや、そうじゃないですよね。全ての御言葉がたっとい予言ですけれども、でも私たち自身一人一人に神が願っている命令というか、その召しがあるわけです。これは一人一人微妙に違っているわけです。なので自分自身のために神が語ってくれたことは、今自分がすべきことだということです。これを握り続けることは重要なことです。レーマです。これが私たちを養い、清めていくんです。エペソの5章26節から27節、ここに御言葉の水の洗いという言葉が出てくる場所、ここですね。一緒に読みたいと思います。3、はい、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アーメン。この御言葉によりと書いてある御言葉というのは、ギリシャ語で新約は書かれているんですが、レーマという言葉、神の御口から出た言葉のことです。それによって
私たちは洗われて清められていくんです。そのようになって私たちは純真な花嫁となっていくんです。真心から使える花嫁に変えられていくんです。邪悪な良心は清められ、私たちが真心から神に使える清い花嫁、純真な花嫁となっていくための洗いが御言葉に託されているんです。私たちはこの水の洗いを受け取っていきたいと思います。アメン。このですね、言葉というものは御言葉だけによらず、言葉というものは全て霊的なものであるということを私たちは理解するべきです。言葉は霊なんです。言葉は私たちを清めもするし、けがしもするんです。そうですよね。だからイエス様は言われました。口から入るものによって私たちは汚れされませんよと、汚れませんよとイエス様は言われたわけですね。じゃあ何によって汚れるのかといったら、人の口から出るものによって人は汚されるんですと言ったんですね。人の口から出るものとは何ですか？それは言葉です。はい、私たちの言葉によって人は汚されることがあると言ってるんですね。そうですよね。ある時には学校とかにはですね、ある人たちの罵りやこうお前なんかというですね、バカにする言葉によってある人は自殺に追い込まれてしまったりするわけではないですか。心はどんどん汚されていって、心はどんどん命を失っていって、そういうことが起こるわけですね。言葉は人を汚していくことがあるわけです。お前なんかできないとかですね、そういう発言によって私たちの心は汚されていってしまうことがあるということです。でもですね、神の言葉は私たちを清め分かつと聖書は言ってますね。だから言葉は霊的なものであるということを私たちは理解するべきです。はい、私たちはそう理解するのであれば、この口の告白によって絶えず清いものを流して洗い続けるということは重要なことです。放置しておいて、もう入るものは何でもいい、もう言葉は選ばない、もう面白ければどんな汚い言葉、ダーティーなジョークでも何でもいいという感じで聞いているのであれば、どんどん心は汚れていくでしょう。そうじゃなくて、私はそれは聞きません、そして私は御言葉を口ずさみますとしていくのであれば、私たちのうちはどんどん清められていくんです。そしてこの告白によって私たちのうちは清められ続けていきます。なぜなら命の水の川が流れるからです。御言葉は私たちの腹の奥底に溜まっています。そこに蓄えられています。そこにおられるのは聖霊様です。聖霊様は霊なる方です。そして御言葉とともにそれは私たちの口から出ていくんです。命の水の川が通るとき、すべてのものは癒されていきます。そこに命がないところに、死の中に命が生まれていきます。死んだものが蘇っていくんです。すべては生きるんです。そして私たちの中の死んだ感情、汚された感情、汚されたものの考え方、こういうものも命の水の川が流れていくときに清められていくんです。神の力が私たちの血を清めるんです。そして私たちの口から出たその対象も清めていくでしょう。素晴らしいことが起こっていきます。だからこの口の告白を大事にするということは重要なことです。イスラエルの荒野を旅したイスラエルの民も神の救いに預かっていた民でした。荒野を旅しているとき、しかしですね、彼らは救いに預かって御言葉を聞いて悔い改めるというところまでは彼らもしたんです。神の御業を見たら、ああ私たちが悪かった、主を許してくださいとひざまずいてひれ伏して、そういうふうに書いてありますよね。彼らも悔い改めて生きることまではしたんです。しかしですね、彼らはすぐにまたですね、翌日、ひどい時は翌日につぶやき始めるわけですよ。ああ、あの時はよかった、ニラがニンニクが、ああ、肉が食いたいとですね、もうすぐにつぶやき始めてしまう。それがですね、背きを生んでいったんです。そして約束の地に入れなかった。彼らが入れなかった原因は、口のつぶやき、不平不満であると聖書は言うわけです。この口の言葉が御言葉を宣言するのか、良い告白、信仰の告白をしていくのか、それとも不満やつぶやきになっていくのかということは小さなことではないんです。これは私たちの人生の方向、矛先を決めていくことです。民数記の14章開いてみましょう。26節から神の救いに預かり、そして神の言葉、天からのパンに預かり、そして御霊の水、岩から流れる水に預かったイスラエルが、なぜ
約束の地に入れなかったのか。14章26節から30節一緒に読みたいと思います。3、はい、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることができない。アーメン。こう書いてあるんですね。彼らの約束の地に入れなかった原因は何であると言っていますか。つぶやきだと言っています。そしてヌンの子ヨシュア、またカレブはですね、良い告白を持って、信仰の告白を持って神に受け入れられたわけです。そのようにですね、私たちの告白というものが重要なんです。世の終わりにはやはりつぶやく者たちが現れますよということを聖書は言うわけです。ユダの手紙14節からちょっと開いてみましょう。初代教会の時代に、初代教会に対してですね、人たちがですね、こういうことを警告していたということがユダの手紙には書いてあるわけです。ユダの手紙の17節から19節、17節から19節を一回読みましょうか。3、はい、愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきの人間のままです。アメン。そう書いてるんですね。生まれつきのままの人間ですと。そのような者たちが現れますよと。不敬虔な自分の欲望のままに生きて、そしてあざける者たちが現れてくると、そういうふうに初代教会に使徒たちが、ヤコブたちが、ペテロたちが警告したと言ってるんですね。そしてそれはですね、彼らとはその時に出てくるあざける者どもとはどういう特徴を持っているのかというとですね、14節から16節までを読みたいと思います。3、はい、アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。アーメン。そのあざける者の特徴は、ブツブツ言う者、不平を鳴らす者という特徴があるわけですね。だから私たちがそのようなものに陥ってはならないわけです。そうではない、良い告白をする者に私たちはなっていきましょう。御言葉を絶えず口ずさんでいくということは重要なことなんです。はい、習慣的にですね、やる時間を持つというのは大事なことです。ショップにで最近はですね、御言葉の宣言をしましょうという時間を持っているんですね。それはとても良いことだなと思っているんです。そしてそれ以外にも、自分のライフスタイルの中で告白する時間を持ってください。詩篇の一編は、昼に夜にその御言葉を口ずさむと書いてあるんですね。その人は水路のそばに植わった木のようだ。なぜならば命の水の川が流れるからです。そしてその人はその葉は茂り、その人は時が来ると実がなる、その人は何をしても栄えると書いてあるんです。私たちはそのようなものに召されているんです。そのためには命の水の川を流さなければなりません。良い告白をするということは重要なことなんです。そうするときに、その告白の信仰が自分自身の信仰になっていきます。アーメン。良い告白をし続けることによって、私たちはですね、イスラエルの民も良い告白をしていたら約束の地に入っていたんだと聖書は言ってるんですね。それはですね、詩篇の81編です。
81編8節から13節、彼らが求められていたのは大きく口を開けて神の御言葉を宣言することだったんですね。8節から13節、一緒に読みたいと思います。3、はい、聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に逆らった。しかし私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。アメン。こう書いてあるんですね。イスラエルの民が約束の地に入り、すべての敵に対して勝利して歩んでいく。そのことのために期待していたことは、主が期待していたことは、他に神がいないという状態、まず大事ですね。もう神を主とする状態、自分自身が主じゃないと明け渡すこと、そのような悔い改めを持って神の前に出ていくということは重要です。そしてですね、私たちの口を大きく開けてその御言葉を宣言するならば、主がそれを満たしてくれると約束していたんです。しかし彼らはそれに聞き従わなかったと書いてあるわけですね。神は私たちにこの神が与えてくれた言葉を告白するということを求めています。ヘブル書でイエス様の別名は信仰の告白の使徒です。そのように書いてあります。イエス様は私たちが信仰の告白を保つために来られた使徒であると別名を持っています。私たちがサタンに打ち勝っていくのもイエスキリストの血とこの証の言葉によるんです。黙示録12章の11節、プロジェクターに出ますが一緒に読みたいと思います。3、はい、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アーメン。こう書いてあるんです。イエス様の血の恵みをいつも受け取り続けましょう。そして私たちはこの証の言葉、これはですね、私たちがするんです。自分たちの証の言葉によって神が与えてくれたくださったその御言葉を証言することによって私たちは勝利していくんです。死に至るまでも命を惜しまない、そのような愛が私たちの中に成熟していくんです。御言葉は私たちを作り変えていきます。神の力、癒しの力が私の中を流れるからです。神の癒しの力が私たちの感情、私たちの考え方を癒していくんです。そして私たちは勝利していくんです。そのように私たちは勝利するものになっていきましょう。はい、私たちの口の告白はその命の水の川を流す命の泉であると聖書は言っています。箴言の10章の11節、一緒に読みたいと思います。3、はい、正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。アーメン。箴言の4章の23節には、あなた力を尽くしてあなたの心を見張れ、そ命の泉はそこから湧くからと言ってますよね。心にあるんだと言ってるんです。しかしですね、その命の泉はここから出て、そしてここから出るんだと言ってるんですね。別々に泉があるんでしょうか。そうではありません。ここにある泉がここを通って出ていくということです。体の中を通っていくのであれば、私たちの霊的な体の部分は全て癒されていきます。それが私たち自身にも必要なんです。癒しが必要なのはこの地上の全てのものが癒しが必要ですが、私たち自身に必要なんです。私たち自身が癒される必要があります。命に満ち溢れる必要があります。まだ眠っている領域があるんです。私たちの中にはまだアクティブじゃない領域があるんです。アクティブになってない、私たちはそこをアクティベートしなければなりません。活動させなければいけない、目を覚まさせなければいけない。御言葉が流れるとき目を覚ますんです。荒野で叫んだバプテスマのヨハネが御言葉を宣言したように、私たちの中で御言葉が宣言されるとき、眠っている者たちは目を覚ますんです。荒野で叫ぶ者の声が必要なのは私たち自身です。アーメン。そのように私たちは目を覚ましていきましょう。私たちの中の命が目を覚ましていくんです。命が豊かになっていく。イエス・キリストが来られたのは私たちが命を得、そこで終わらない、私たちがその命を豊かに持つためである。だから私たちは豊かに命を持つものになるために水を流すんです。アーメン。感謝します。それを私たちはいつまでしたらいいんでしょうか。それは私たちの生き方となるまでです。
私たち自身がその実を見るまでです。それまで私たちは告白を続けるんです。アメン。特にですね、御言葉の告白の中でですね、重要なことは、暗い雰囲気になった時に御言葉の告白によって私たちは霊的な空気を作り変えていくことができるということを知ってください。私たちはなされるがままにされてはなりません。悪い空気が、悪い雰囲気というものを私たちは感じることができるでしょう。否定的な言葉、絶望的な宣言、そういうものは私たちの周りに満ち溢れていることがあるでしょう。私たちの思いの中にもやってくることがあるし、友人たちと会話する、兄弟たちと会話する会話の中でそういう雰囲気が作り出されることもあるんです。問題がない人はいません。状況が悪くならないということはないんです。しかしその中にあって、私たちは、しかし神はいつでも良いお方だと宣言するんです。私たちはそのような告白の御言葉の剣を抜くことによって、光を私たちが輝かせることによって状況を変えることができるんです。私たちはそのように御言葉を告白するという民になっていきましょう。アメン。それは私たちに勝利をもたらすんです。アメン。はい、この告白、ヘブル書の10章の22節から今日は御言葉を見てきました。この10章の22節の次の御言葉、23節にはじゃあどう書いてあるのかということをプロジェクターで出ますが、一緒に見てみたいと思います。3、はい、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。アーメン。私たちは告白を、希望を告白し続けます。主が来られるその時まで、私たちは御言葉を宣言し、その実を見るまで宣言し続けます。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉なるイエスキリストを感謝します。また聖霊の注ぎありがとうございます。あなたが御口から放った言葉は霊であり、力があり、命があります。どうぞ私たちがこの御言葉を絶えず告白し、昼に夜に口ずさみ、その実を見ることができるようにさせてください。あなたはその実を、その収穫を待ち望んでおられる父ですから、その農夫であられますから、あなたの前に唇の果実、また良い収穫、その実を捧げることによって、あなたの喜びとなっていくことができるように、一人一人が豊かに命を実らせる木となっていくことができるように恵みを注いでください。あなたに従っていきます。イスラエルの失敗から学び、私たちは約束の地に入るためになることを宣言します。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。立ち上がって、私たちは主に賛美を捧げていきましょう。I'm not afraid to die.
メン。天のお父様、感謝します。私たちの中に尽きることのない泉があるということを感謝します。私たちが絶えずこの告白を、希望の告白を保ち続けることができるように、あなたの恵みを与えてください。私たち一人一人にそのこと、そのことの大切さを悟らせてくださいますように。あなたの御言葉を告白するならば、私たちは主の大庭に植えられた植木として豊かに実を実らせ、葉を茂らせ、あなたの願っている実をあなたの前に捧げることができることを信じます。告白を続けていくときに、さまざまな誘惑に遭うことがあるでしょう。これに意味があるのかと、果たしてこれ私は身を実らせることができるのかという、そのような誘惑、それがやってくるときに、どうぞ主よ、あなたに対する確信が増し加わる、あなたの御業を起こしてくださいますように。その誘惑のその言葉を私たちが退けて、いやしいものを目の前に置かず、悪い考えを目の前に置かず、不信仰を目の前に置かず、信仰の神、信仰の創始者であり完成者、イエス・キリストを目の前に置くことができるようにさせてください。イエス様だけを慕い求める心を与えてください。あなたに近づかせてください。真心から近づかせてください。全く良心を持って、全く信仰を持って、純真な愛を持ってイエス・キリストに近づくことができるようにさせてください。日々の歩みをあなたの前に捧げ、また一人でいるとき、何気ないときでも、過ごすすべてのときに、あなたを愛する心によって私たちを燃やしてください。御言葉を愛します。あなたを慕い求めます。神がその御口を持って語られた御言葉は必ずことをなすということを信じます。感謝します。一人一人それが実現することを宣言し祝福し、今イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。主に大きな拍手を送りましょう。これをもって第3礼拝を終わりにしたいと思います。